にするか、このままするか。何時に起きました？10分前くらい。メイク配信しようかな。見れる人の数を取るか、参集を取るかってことですよね。はいよ。増やした方が良い。だって。はいよ。全部を削って削ってってことですか。はいよ。15分、15分ぐらいの配信にするってこと？こっちは。どうですか？お昼休憩みたいに3時のおやつで抜けられたらいいのに。ね。おはよう。この配信終わったら7時まで時間がありますけど、15分、45分間、この45分ちょっと怖いよね。眠っちゃいそうな時間帯。はいよ。そうそう、初見さんありがとうございます。今イベント中なので11日までぜひ応援してくださると嬉しいです。でも寝ない。今日はなんかね、目覚めが弱かったです。でもね、目覚めが良かったってね言っとる日も結局ね、ベッドに横になったら眠っちゃうんですよ。はいよ。いかにベッドに横にならないように頑張るか。おはようございます。8時と9時の枠5分削る、20時と21時の枠5分削る。どういうこと？何の矢印？それブーフーブーっていうか増えてないよね。はよ。ジャマ
マと遊んだら寝ない？ジャマと遊ん、ジャマと遊んでもね、ジャマがずっと動いとる。私は定位置に折ってボールポンポンってするだけなんですよ。ジャマが猛ダッシュして取って持ってきてみたいな。そうそう、赤いやつのはあり。でもさ、でも3時とかになっちゃいますよね。増やしたと、増やしても増やせるところって、眠くなって、やばいやばい。はいよ。どうでしょうか、このままの方がいいかな。多分親は多分3周が2回できるようになるのとカウントも増えるから、そうやって言って、カウントは増えんか、これをずらしただけじゃ。こことここで3周できるようになるから、提案してきてくれたんですけど、8位、魚座8位なので、私は魚座にも水瓶座にも属してますからね。このままでもいいか。ありがとうございます。何までいいの？皆さん朝ごはんは食べましたか？私は昨日の夜からお腹が空いてて、昨日の1時ぐらいからずっとお腹空いとって、まだ食べてない。さっき食べた。早い。スイカとベーグルね、合うんですか？深夜に大学芋、わお。コンビニの、はいよ。はいよ。ベーグルと果物の相性は 100%。 そうなんだ。ベーグルってパンの中でもなんか糖質かな、少なくて偉いって言ってた。セブンの大学院も一緒ね。わかる。冷凍のやつ、あの冷凍の果物、フルーツとかと同じような袋の中に入ってるやつ、おいしい。はよ、ありがとう。自分もアイス代わりに食べたりします。おはようございます皆さん。ベルはベ
ベーグルはクリームチーズをサンドするのが最高。美味しい。クリームチーズとサーモン。浴衣は7時20分以降ってやります。ここはまだお仕事の合間なので、ここにお仕事があるのとここにお仕事があって、ここで家に帰れるから、おはよう、おはよう。15時台に15分ぐらいだけ配信できるなら、他の予定はあまり変えなくても価値はある気がします。他の予定をあまり変えない、変えずに15分するにはどうしたらいいの？昨日もそんなに5時台に人が多かったイメージもないんですよね。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。危ない、気をつけてね。ありがとうございます。今のこれだったらさ、3周できない？2時間前には星満タンにして、1時間前に捨て星して、本番に向かうんですもんね。ありがとう皆さん、星投げ、カウント、コメント、ギフト、ありがとうございます。3日目が始まりました。楽しんでいきましょう。会社決まってらっしゃい。どう？ずらした方がいいのかな？このままでもいいという声もありましたね。あと配信9分あるから大丈夫。カウント、おはよう、お元気です。何食べたいですか今皆さん。お腹すいた、お腹鳴ったのを聞こえました。お腹すいたな。あれ、初心者マークない？ないですね。チョコまみれ、カントリーマームチョコまみれ&コーヒー、最高、素敵すぎる、最高の朝、はいよ。
もうちそう怖かった。朝ごはん何食べるの？何ですかね、何があるんでしょうか。うーん、お寿司かお寿司か、チョコに使ったパンケーキが食べたい。たこ焼きホクホク、うん、カウントしました、ありがとう。朝からうん、タルタルチキンパン、学校行く前に見てみれて幸せ。あ、この時間に学校行ってるんですね、頑張って。いつもは見れんのか、7時半だと。やっほー、寿司食べたかった。そう、サーモンが食べたかった。昨日寿司食べた勝ち、いいな。いや、そういうことよ、羨ましい。メイク配信しようかな。でも15分ぐらいしかないからね。今日なんか目の色素、てか目の下が赤い。テスト前に見れてよかった、頑張ってください。テストファイト、スケジュールはこれで確定。うん、そうだね。あれちゃんの配信始まらない、ありゃ。あれちゃん何時からだったの？お寿司はサビありなし、サビあり。メイクに何分かかる、何分だろう。朝はコーヒー飲むと、飲むとコーヒーはあまり飲まんかな。でもミルクティーかカフェオレかみたいな。メイクはね、度合いによって、もう今日は全然せんでいいやメイクもあるからさ、今日はいっぱいしたいメイク、度合いによって変わるけど、普段は何分だろうな、30分ぐらいかな、ゆっくりゆっくりやるから。はよ、落ち着いてやるから。アールグレイのロイヤルミルクティー、アリミチのチリパめちゃめちゃ楽しみ。ね、アリちゃんとさ、前もチリパ出た気がするんですけど、なんかアリちゃん率高い気がする、チリパ。そんなことない？はいよ。星投げ練習できた、ありがとうございます、ありがとう。本当ダージリン飲んだことある、ダージリンティーもあると思う、あります。基本でいけるっていい。今日のリップはどんな気分？ブラウンにしようかな。今も可愛いやろ。君の知らない物語の歌詞なんやさあね。スタジオ面と多いのか、スタジオ面と多いかな。そもそもアリちゃんチリパ頻度高い、でもね、私もチリパ頻度高かったんですよ。5位以内には入ってた気がする。
5時台って5分後ろにずらしたりするの。いけると思います。なんで？そうそう、マッサージありがとう星。それでは壇上を読みますね。15分に終わるのであとちょっと。いきます。13位モーさんさん、12位ポカンさん、11位アオイさん、10位ルナノオチさん、9位マサさん、8位マサヒトさん、7位ダダダダムドさん、6位デブニャンさん、5位ジャストミトさん、4位ヒロシゲさん、3位カネシチックさん、2位ルビッチさん、そして1位はジュルルルルンちゃんチーヒーさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はジュルルルルンちゃんセリアさん、ありがとう。福ちゃんが昨日のラストミチが1位だったって言ってた。そうそう、でも変わった、なんかドドドドドってなってたらしくて、昨日の最後、昨日の最後になる前が1位だったみたいな感じ。でも1位の瞬間があって嬉しかったです。また帰り咲きましょう。だってまだ3日目だからね、もう最終日みたいだった。ありがとう。それではまた8時にお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。だね、バイバーイ。